れいわ新選組の山本太郎代表は8日参議院法務委員会で入管法改正案の採決を阻止するため委員長席に向けて飛びかかり国会議員2人に怪我をさせました。事態を重く見た自民党や立憲民主党などの与野党は懲罰動議を提出し処分を求めていました。ただ参議院は今日山本氏から反省しておりますとの言葉があったとして懲罰動議を審議しないことを決め山本氏への処分は見送られました。